父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。それでは行きます。精神と時の部屋で修行をしたベジータは第二形態のセルをも上回る実力だった。完全体になれば勝てるというセルの挑発にベジータのプライドが反応する。そして18号吸収に手を貸すのである。私の邪魔をする者は何であろうと叩き潰すまでだ。ここは俺が食い止めてみせる。ムイズナジロギ、お前はもう停止寸前じゃないか。それにベジータも私が完全体になるのに協力してくれるそうだ。どかんのであるか。お前をスクラップにするのでか。気をつけろ、実は何か狙ってる。完全体とやらになりやがれ。せっかくのチャンスだ。やらさせんぞトランクス。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。もし俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。情けない奴め。どう強くなるのか見たいとは思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。俺は奴の完全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒しても。俺を倒すだと。バカな、貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。さて、完全体とやらになるまで高みの見物といくか。久しぶりだな、18号。お前を吸収してやる。真似しよって。化け物め。少し痛めつけてからいただくとするか。やれやれ、せっかちの野郎だぜ。スイッ！
私の想像以上のパワーアップだ。